あ、この建物は帝国時報、おなじみの新聞社だね。はい、どうもサマチャンネルのサマです。じゃあね、奇跡の続きやっていきましょう。で、前回ね、ここテトまで来て、4つの依頼ですね、4つの依頼が来て、まあ、そのうちの1つはあの任意だったのもこちらを達成してあります。で、あとは決死祭関連取材、手作り帽子の落とし物、あとママジュ、これ下から順番にやっていこうと思います。で、決死祭関連取材の手伝いですから、今ここにいますね、ちょうど目的地の目の前です。これね、しかもね、今回テイト、まあ、前回もちらっとありましたけど、すごい広いんですよ。こんな感じでどんどんあるんで、かなり面倒です。どこに何があるか、どこに何があるのかと、どこがどの場所なのかまだ覚えきれてない。はいはい、ナイジョへようこそ。はい、依頼できたよ。はい、担当の者、はい、呼んでね。まあなんかこの辺お使いとかになりそうだけどね、お使いイベントな感じがするけど。はい、どうぞ。かんね、あれか、ノルド高原にいた時があれか、うん、いたよね、あそこのカメラマンね。はいはいはい、実際関係、うん、パンフレットが遅れてる。こういうのを使いようかな、うん、ああそういうことか。あ、そうなの、あれそうだっけあれそんなあったっけ、リーンがカメラ使えるっていうのってなんかね、結構ね、フィーがね、あのマキユースに覚えさせようってやるがすごいあるんで、オーバーあるかな。まあ、ちゃちゃっとこなしちゃいますかね。ただ肉だけでしょ、特に何もなさそうですね。じゃあここら辺は全部パパってやっちゃいます。はい、じゃあ戻ってきました。じゃあ早速話しましょう。はい、お疲れ様です。はい。はい、サバ待ち。おお、よかったね。まあまあ、取り直したい。大丈夫ですか。あ、よかった。なんかね、一言 PR 出る。毎回なんかあの PR 手に入れたらそれぞれの書いてあること言ったから、あのこれ覚えてどこがどこだか覚えさせられるかと思ったんですけど、まあ問題なそうやって。じゃあ次はどこだっけ、違う、全部割ってるよね、全部割ってる。手作り帽子、ドライケル広場ですね。ドライケル広場ってまだ行ってないかな。あ、初めてですね。これ初めてだと毎回なんか決めなかったんですけど、ほとんどカットしちゃった。ああ、おお、ああ、はい、らしいですね。どこはここ、ジェラート、アイス言ってるんだね。あ、でもジェラートやってた。はいはいはい。はいはい。大切ないところが、なるほどね。
スト地区にいる。あ、そうですね。なんかマキアスの実家があるっぽいです、ノスト地区は。じゃあ多分これも多分オスカイベントだと思うんで、ささっと終わらしちゃいますね。あ、なんで別の地区行けないの。なんかイベント起きる、なんかイベント起きるのかな、これ。あー、なるほどね。これは確定イベントか。これ見ないといけないのか。なるほど、他のメンバーとね。ああ、なるほどね。中間位なんだ。まあ、なんかあったら地方で見るでしょう。まあそうだよね。まあ携帯が普及されてるってだいぶいい。頑張ろう。まあ、その前に決めたじゃ魔獣を倒さなくちゃいけなくなる。まあオフだね最近。じゃあこのイベントもちょっと終わらせちゃいますか。はいはい、じゃあここっすね。ふっ、よく知ってる。スマホが鳴り始めた。 OKOKOK、 よし、ちょっと進行早くやるジム量産型かな。ああそういうこと。じゃあそこ行こうか。よいしょ。ここ入り組んでるんですよね、結構めんどくさい。あれ、だんだんいないパターンがこれ。ああ、帽子を探してるのか。待って、今気のせいか帽子かぶってなかったか。立ちじゃないわ、あのセリフへの。こっち大体ね。お前か。バレバレだったってこと。
あの帽子かぶってねえの、こっちだと帽子かぶってねえ。ジムとグラッセ、はいはい、どうか。じゃあ OK だね。ああ、ゴマ持ってる。なんでこの子メイド服になってんだろうね。仕事着がメイド服なのか。バニラジェラート、レモンジェラートレモンは絶対フィーが頼んだだろこれちゃかりしてんなこの子。じゃああと一つは、地下ですね。ホテルガルニア地区にあるディアンヒンメル、ガルニア地区のディアンヒンメルね。オッケー、あー、いやいや、はいはい、よくそう、はい、はいはいはい、うん、あー、後回しにするしかないのか。でもないもんね、他の依頼を片付けたら全部終わってるからなんもないもんな。じゃあこれは出るしかないのかな。出たらイベントかな。うん、だね。ああ、ここで食ってんの。どういう座りメンバーになったのこれ。まあ、のんきにあれか、情報交換してたって感じか。またっていうか、中があれか。大丈夫、お前らよりか多分めんどくさくね。大丈夫大丈夫。じゃあ再びホテルに行きましょうか。ガルニエッチ、帰ってきた。ようちゃん、大丈夫。ホテルの地下。まあそうだよね。はい、ここは、うん、あら、お、今の声は誰。プロチルダ様、そろそろお時間ですかな。クロチルダ。ええ、行ってくるわ。あれ、なんかそれよりそっちの子たちは違うかな。おお、ピータクロチルダ。誰。すごい本物だ。まさか会える日が来るとは。この二人しか踊れてないけど大丈夫。君たち何をぼーっとしている。あの有名なオペラ歌手、青のディーバ、クロチルダが目の前にいるんだぞ。青のディーバ、うん、
聞いたことがあるような。知らないの？有名だなんて言ってもオペラの世界でだけだもの。知らなくったって無理ないわよね。あ、出るって名前がちゃんと出るってことあるのか。リータ・クロチルダ、オペラ歌手をやっているわ、はい、よかったらご贔屓にね、はい、こんな格好で歩き回ってるのあなた。バカじゃない。いやでもね、この格好でね、普段着あれあの仕事服とかだったらわかるよ。あれで普段からああいう服着たら どういうあれ。何が気になるんだろうね。ちょっと僕も気になるところが一箇所ありますけど、まあそこら辺はちょっと今のこ触れないけど、はいはいはい、はい、よいよ、もう全部終わってるんで、じゃあ行きましょう。まあ、うん、あー、ダンジョンだね、やっぱり。はい、というわけでね、あの休憩所まで来れたところ、この先がボスになると思います。じゃあ、行きましょう。お、でかっ。厄介そう。気をつけた方がいいかも。はい、じゃあボス戦行きましょう。じゃあ、はい、リンがね、これ疾風とかでも生えてっていう技でね、かなり広範囲の技を覚えました。まあ最初はバフを入れていきましょう。バフを入れて、任せて。フレアグレネード、フレアグレネードだね。投げて、僕の番だね。でエコーズビート、みんな元気を出して。おお、痛い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 。任せるがよい。なんだね、クラフトって。威力って SS だからそんな広くないか。威力か、範囲エリア、そんなに。とりあえずここのザコはなきゃな。崩したぞ。はい。おお、いた。めっちゃ食らった。私の番だね。ああ、これ通常攻撃して。こいつに通常どういった、あれか、遠いな。通常攻撃後にシリフィルダンス選びましょうか。あ、全体入るね。そっち OKOK。 さあシリフィルダンス行きましょう。シルフィードダンス、あ、これ
これでザコが投げ払えるかな。オッケーだよ、投げ払えたね。行くぞ。で、あ、疾風見せるあれがなくなったな。攻撃モーションすごいかっこいいですけど、マイポジション。今だ。続けていくよ。あとかエリオットが今飛んでる。させるか。ラウダもちょっと。まずいかも。うん、ちょっと回復しとこうか。届け、癒しの歌。ありがとう、感謝。あ、リンはリンは満足だから、ね。ああ、リングブレイクするのか、これ強制する。行くぞ。あれでしょうね、相性の問題なのかな。ああ、攻撃が届かない。ああ、なるほど。ちなみにこいつの情報は聞いとって弱い。いや、近づいた方がいいか。行くぞ。リーンは、あ、プジョコスでいいでしょ。チャンスだ。続けていくよ。あ、魔法攻撃の方が強いかな、もしかしたら。行こっか。アークス、駆動。このノックバックはちょっと飲んでる。あーでも、食らってる効果任せるがよい。じゃあどうぞ。絶対俺の番だ。あ、フレンズパン食らうんじゃないか、結構。うん、エリオットは見つけしかないから、攻撃力はいいか。あー、攻撃かな。多分攻撃耐性が、物理攻撃耐性が高いでしょうから、魔法で攻めるのが一番いいのかもしれない。このターンはこういったビリビリする。私の番だな。攻撃耐性持ってるのか。暗闇と炎症。暗闇と炎症なら上なんですか。あー、ならなかったな。僕の番だね。まあいるか、こっち。俺の番だ。じゃあ、いいよ。行くぞ。どっちが強いだろうな、ファイアボールで撃つのか。私の番だね。行くよ。こいつも。やっ。この中。自己強化か、これは止めるか。やっ、うん。で、エリオット攻撃後に、ディーンの炎立ち入れようか。炎よ、我が剣に集え。解除できないか、あいつは条件わからんけど、あと解除。あー、大丈夫これ。なんかすごい、すごいあれだけど。おっと、ビーボット落とされた。任せるがよい。回復して、ありがとう。ピンチだね。あー、ビリオットがあれなのか。自身にとりあえず回復入れるか。それ。私の番だな。で、リーンに回復して。やっ。直後に。ありがとう。ラウラまだ入れるか。我が渾身の一撃。ラウラ見たことあるっけ。やっほ、うん、
あるあったっけ、どうかないです、覚えてないです。させるか。あ、通じるんやとなってる。俺の番だ。アークス、駆動。あ、任せて。で、このターンで、アイテムで、ちょっとアイテムで、エリオットのビリビリを解除したい。何状態なんだろう、あのビリビリって。分かんないからクリアできた。ありがとう。うん。で、ホーリーソングで開始を。癒しの歌。ありがとう、感謝。ああ、そんなに飛んでくる。行こっか。あと3000ちょい。さあ、これで再び脱出状態。油断したかな。さて、あ、死んだ。先に進むとしよう。炎症ダメージでやれだから。やったね。ああ、うん、疲れた。うん、悪くな。やったぞ。お、ソリッドカード。なんかなんかお前を使う機会はそんなにないけど。キビを思い切る前で戦うのダメでしょ。いや、お互いそう思ってるんじゃないのかな。いや、ここしてマキャスでいいよ。おう、何聞いた？ああ、そうだよね。フィーは速いし、ラウラは一撃が重たいから。相性は良さそうです。うん、主戦力です。うん、技術と目的が組まれたら本来だ。ちょうどリンがその間にいるようなあれだもんな。じゃあリンが全員出れないことしばらく。今からリンがサポートになる。はんはんはん。あ、こうなるのね。まあじゃあ戻りましょうか。自動的に戻しただけだね。あれ、どうしたっけ。
調べる。ああ、音楽ね。ちょっと気になるね。本来はちょっと切りつけたいところですけど、ちゃちゃっと行っちゃいましょう。宝箱あるかな。宝箱ちょっと取っちゃいますね。セーブ…え？なんだこれ。明かりが見えた。音も大きくなってる。え、またここでこれがある。出口が近いみたいだな。ちょっと怪しいんで、今回この辺で終わろうと思います。それではまた皆さん次回会いましょう。うん、じゃあ。